いやー、山陰ジオパーク、すげえわ。楽しすぎだぜやって感じがするぜ。遊覧船じゃなくって、なんだっけあれ。いや、すっげえ楽しかった。これだったと思うんだが、これだったと思うんだが、うわ、あの場所、あの場所、このパス通るの？すごいな。すげえ、結構なくねくね道だったと思うんだけど、あのバス通るんだってっていうか、さっき観光に訪れてたバスだね。この山道をこのバス通るんだ。どっかで止まんのかなと思ったら、まさかのずーっとこのバスも一緒に走ってきますよ。ごいな。すごいんだが、バス、すごいとこ、バスが通る。バス。こういう時にね、まあ、車止めていくなりしても面白いんですけど、すごいよ、これね。前こんな状態になってるのと、映るかな？これ、後ろもね、ダンプ。展望駐車場にまたやってきました。どこなんだろうな、今。現在地、あ、こんな端っこまで来ちゃった。我は海の子。展望所です。なかなかの絶景度合いと、トゥインゴさんです。さて、今度はこれを進んでた先にね、終わり時ぐらいに展望所があります。そちらを目指してくねくね道を走っていきたいかなと思います。こちらは基本的には片側一車線かな。ありがとうございます。工事中でもあります。よいしょ。タイヤの跡がついてるからね。ドリフターズが ババンババンバンバンって感じかもわかんないですけど、くねくね路
ですよ。くねくね路はくねくね路ですね。ちょっとね、ここはあれだな。あれだなってなんだそれ。ちょっとペースが速い道になるね。うん。カーブの多い道なんですけども、ここが展望所、またしても取ってちょうだいっていうところなんですけど、もうここ今から下るって港ですけども、いや すごいね、海がね本当にねエメラルドグリーン、岩見サイダー買っておいてよかったって感じですよトゥインゴさん、トゥインゴさん越しの様子、綺麗なとこだね。さて次の目的地に向かうのに、向かう前にねこのナビの地図見てくださいよヘアピンつづら折れですよ。お父さんがちょっと走ってますけどね これもね、これはいいね、これはいいね、これはいいね。ここを駐車場で止めて行きたくもなるよねこれね。おーおーおー、すごいわ。海水浴場になってんだね。なるほどなるほど。あまりにも綺麗な海すぎて寄りたくなるけど、さっき止まったばっかりだから寄らないで行こうか。車だからね、止まろうと思ったら止まれるんですけどね。県道っぽいところに来たけど狭い道で楽しいやね。ただしなんかあっちゃこっちゃでね小文字はしてるね今ね。これが国道に、山陰道に出るんですね。山陰道には行かずに海沿いをちょこちょこと行こうかなと思います。豊岡の方に、でももうこのまま進んでいっても豊岡まで49キロ、そんなもんなんだ。展望駐車場、うわ展望駐車場、ちょっと待って、これすごいな。あまりにもすごすぎて止まっちゃったよ。え
これ何よ。岩好きとしてね。やっぱね、サンジオパークすげえわ。あ、湯村温泉の向こうだったのか。いやね、すごいわ、ほんまに感動もんですよ。